奥山常達は、江戸時代前期の武士、仙台藩重臣、伊達騒動の主要人物の一人、奥山大学の通称で知られる、元那二年、仙台藩重臣、奥山常義の次男として生まれる。慶安二年八月に、父、常義が死去すると、長兄の帝親は、母方の言い出しを継いでいたため、常達が家督を相続した。 女王3年に奉行職に就任。万治3年の一門、重臣14名の連署による、伊達津宗の隠居願いに署名している。津宗の隠居を受けて、わずか2歳で嫡男の亀千代が第四代藩主になると、常立は柳川藩主、立花忠重の後押しを受け、仙台藩政を主導して、集権的政策を推し進め、同じく奉行職にあった。 主にはただしもとと激しく対立した。またこの当時、幼少の亀千代の貢献役として一門から立て、宗勝と田村宗長が大名に取り立てられていたが、常立つは宗勝の一ノ関藩も宗長の岩沼藩も共に、仙台藩62万国からの内分による治療であるため、あくまでも仙台本藩の統制に服すべきであるという姿勢を崩さなかった。 しかし、自身の所領である、柴田郡村田を、岩沼藩領として提供するための代替地として、伊達政宗の三男、創世が、官営11年に死去して以来蔵に地であった、黒川郡吉岡を選び、さらに地行港を六千国へ加増したことが定期となって、常立廃斥運動が起こる。神殿開発が頭打ちとなりつつあった中、 常ねが肥沃な吉岡を倉に打ちから資料に組み込んだことで、藩内に渦巻いていた常ねへの不満が一気に爆発し、故障頭の里見茂勝が、常ね断崖の火蓋を切ると、一門の伊達宗重や、後見役の宗勝、宗永長も、この運動に同調したため、立花も常ねをかばいきれなくなり、漢文3年7月に、常ねは、辞職に追い込まれた。以後、常ねが、 反省の中枢に関与することはなくなり、8年後の、堺邸での人情沙汰に至るまで、仙台反省は、宗勝主導の体制が続くことになる。遠方2年3月、着南、城忠氏に家督を譲って隠居する。この時、所領6000国のうちから次男、賀来級に400国、三男、横を経営に300国を分治し、さらに自身の隠居領として1800国を割いた。 ただし、隠居領は遠方4年7月に廃止し、上ただし1 5 0 0国を戻して、残り300国を来級に分置している。津波村による収支事業が始まると、半祖、政宗に直接仕えた頃である常達は、各種資料の見分作業への参加を命じられた。晩年の政宗に近似した木村か親が残した木村上門覚え書きには、 常達が内容を見分した際に二意見を記した付箋が付けられている。また、状況2年の末には、古内茂直にあてて、万事年間以来の様々な出来事について記した覚書を送っており、これによって、伊て騒動の当事者の一人であった常達の言い分を知ることができる。元の国年一月十三日、死去。去年十四。ありがとうございます。